ジェイド君の意地悪カード5つご紹介します。今ジェイド君のカード8種類ございます。カードごとにホーム画面でボイスが聞けるんだけど、その中でも意地悪なボイスだけ紹介しつつ、一体どのカードがね一番意地悪なのか見ていきたいと思います。トップバッター第5位、制服 R のカードでございます。意地悪ボイスの数は1つ。こんなところでお会いするなんて偶然ですね。え？どうしたんですか？もちろん偶然ですよ。まずね、普通に怖いじゃん。動揺を誘ってるのが意地悪だよね。相手の心一回へし折ってんだよね。私はすごく意地悪だと思うわ。これ入手難易度ですが、カードショップでマドルで買えたり簡単に手に入るので、最近始めたよって方はね、サクッと手に入れてぜひ聞いてみてください。こんなところでお会いするなんて偶然ですね。え？どうしたんですか？もちろん偶然ですよ。第4位、式典服。意地悪ボイスの数は1つ。緊張してますか？リラックスできるお茶を入れましょう。それはもうぐっすり眠れますよ。ジェイド君の趣味、紅茶を入れることだけど、ほんまに紅茶だけか？これもっと意地悪なのがね、初めてゲームをプレイするときに最初に選べるカードが式典服なんだよね。ジェイド君の手を取ってしまったら最後おもちゃにされます。闇の鏡に導かれし者よ、汝の心の望むまま鏡に映る者の手を取るがよい。本日のご予定は？どこへでもお供いたしますよ。後悔はないな。緊張してますか？リラックスできるお茶を入れましょう。それはもうぐっすり眠れますよ。こんな時期になオリンピックがね始まるっていう感じなんですけれども、銅メダル第3位。あなたがどんな風にもてなしてくださるのか楽しみです。おめかしバースデー SSR のカードです。意地悪ボイスの数は1つ。ね、今何とおっしゃいました？もう一度言っていただけますか？冗談です。お祝いの言葉を何度も聞きたくて、つい。ちょっと変わってるのがね、今までの意地悪の中でダントツで優しさがあるところかな。そもそもおめかしバースデーのリーチ兄弟、普通に優しい、いい意味での意地悪というかね、まあ嬉しいよね。ね、今何とおっしゃいました？もう一度言っていただけますか？冗談です。お祝いの言葉を何度も聞きたくて、つい。銀メダル第2位、実験技 SR のカードです。意地悪ボイスの数は増えまして2つ。魔法薬学に必要なのは魔力より知識です。魔力が皆無のあなたにぴったりの学問では？コツコツ作業をしている人を見るとつい話しかけたくなってしまって。意地悪でしたか？これジェイド君自身が意地悪って言っちゃってんだよね、このカードな。声をかけたくなるってなあ、おそらく前科あるんだろうな。もう一つのボイスはね、魔法が使えない監督生への遠回しな悪口だよね。
コツコツ作業をしている人を見るとつい話しかけたくなってしまって。意地悪でしたか？魔法薬学に必要なのは魔力より知識です。魔力が皆無のあなたにぴったりの学問では。不思議ですね。最初は冴えない人間だと思ったんですが。怒らないで。今はそう思ってないってことですよ。不思議ですね。最初は冴えない人間だと思ったんですが。怒らないで。今はそう思ってないってことですよ。金メダル流行る第1位は？お待ちしておりました。本日は極上の恐怖をご用意しております。スケアリードレス SSR のカードです。みんな分かってたよね。これな、意地悪ボイスの数はなんと3つ。堂々の第1位のセリフ、こちらでございます。どうやらマミーの仲間入りがご希望のようだ。まずは全身に包帯を巻いて乾燥させ。冗談です。トリックオアトリート。そんなに怯えなくても、取って食べたりはいたしません。悲鳴を上げて逃げ惑う姿、たまりませんね。追わずにはいられない。おい、おい、3つもあるのなあ。意地悪のクオリティもダントツで高い。どうやらマミーの仲間入りがご希望のようだ。まずは全身に包帯を巻いて乾燥させ。冗談です。このハロウィンというイベントにカコつけて、ここぞとばかりにいじり倒したろっていう気概を感じる。トリックオアトリート。そんなに怯えなくても、取って食べたりはいたしません。このノリの良さ、サディストな人ってさ、サービス精神多くない？なんでこんなサービス精神多いんやろな。悲鳴を上げて逃げ惑う姿、たまりませんね。追わずにはいられない。ということで、意地悪カード第1話、 SSR スケアリードレスでした。いかがでしたでしょうか。ジェイドくんの魅力はこういう意地悪なところもあるので、今回ご紹介した中で気になるカードゲットする機会ございましたら、ぜひゲットしてみてください。じゃあね、バイバイ。